さくらにお願いすることでございます。それはたまらぬこの蓮の花のようにきっと美しい心の幸せの花に咲くのでございます。信じる者はやがて加えるともしまるとのように、ただただひたすらに何とか手を持つことを皆を唱えることでございます。私たちの何は思わない真実の日暮らしそのものではございますまいと感じを心の中に迎えまして、身の霊に合唱の姿を持ってお渡りくださいましたのは第一へ聖子を立ててございます。色だけの知恵の根本の姿に表したのものは合唱の姿に差し合い、喜びを聞こえるように泡の勝負を合わせましょう。すなわち、合唱とは魔法の姿であり、我らとは現れでございます。お互いの次の会社の僕は仕事者の知恵と今に合わさせていただいて、なもやかな心を持つことによってこの世をこのまま広がる我らの世界であります。両の手を合わせて、両の念仏と名乗りだとした心を念ずると、あきえる清らかな気持ちなのか、心の底から言葉にする正しい知恵の世界でございます。臨終の二人仏と合わせての中の難しい何の人もや観音菩薩様、聖子菩薩様に向かれまして、次々にお手伝いしますので、三段目には薬王菩薩様、天上界を照らしたものを、菩薩様に、この動画をお持ちいただいた菩薩でございます。修行、病気から、やばいよ、安着の地に、住まわせていただき菩薩様でございます。続かれましては百万方をお持ちご覧いただいた薬上菩薩様、修行に病に苦しむ者にいいお薬を与え、真剣の裏を届いてくださる菩薩様でございます。続かれましては満開あなたを持ってお渡りいただきました御殿菩薩、知恵と慈悲心の徳により我々悩みの修行を進めてくださる菩薩様でございます。続かれましては厳しいな思いでお渡りいただきます宝自在菩薩様、仏の乗りを時代に修行の中お渡りください。Thank you.
心を乱れる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 心
黄色の方に黄色い僕らの心に、お気に入りの石を浮かせたり。